ははいこんにちは美容整形の名相談所です韓国の美容外科で、えー、輪郭の手術を得意としている病院があるんですけれどもその病院でちょっと医療事故が起きてしまってでそれがちょっと話題になっているので今回それをご紹介したいと思います。で、えっと、どういった、えー、トラブルが発生したかというと。 えっと輪郭のです、ね、骨切りの手術でまず神経損傷が発生してしまったという事例になります。で、えっと、これが、えーまあ、英語で、えー、書かれているので「まあ、上ということで顎の手術になりますね。 でその顎の手術で多分こう神経損傷ということで、外側神経の損傷を患者さんが、えー、訴えられているということになります。でえっ、ー、とその内容をですね、患者さんが掲示板に書き込んだところ、えー、病院側がですね、患者さんのその個人情報、名前から住所から何からを その掲示板に書き込むとといいう、うう露呈してしてまうという事件が起こりまえた。でえっと、何が怖いかっていうとその病院って、えっとまあ、ツイッター上で日本人相手にも手術を行っているような病院で、まあ、たびたび噂になっている病院になります。なので、えっと、一応その、まあ、ある程度知名度がある病院なんだけれども。 まあそういったモラルの部分っていうのがあまりなかったりすると患者さんの個人情報とかをこうネットに上げてしまったりとかしてでそれがまあその個人が特定されてしまったりとか、まあ、モニターでやる人も十分それは注意してほしいんですけど。 まあ顔の一部が露出してしまうだけでそれは個人が特定される要因になりますので全然その目を隠したからといって個人,個人がその特定されないと思っている方は注意が必要であの顔のパーツごとにですね AI 今だったら AI とかがもう全然もう特定できちゃうような時代なので。 えっと、そこは、えー、モニターをやる時には注意し,していただければと思うんですけど、まあまあ、今回のちょっと話逸れたんで今回の、まあ、病院側の明らかにこう対応として、えーまあ、問題があるという部分でそれが、まあえー、ちょっと話題になっています。で更、えっと、に注意が必要なのがその契約書和解金の契約書がですね もし和解金まあ支払うことになると思うんですが和解金のですね、えー、例えば何百万か支払った額の10倍が和解条項違約金になるということでもしその和解の契約をですね、破った場合にはその10倍のお金を請求しますよというこうものすごい、えー 強気というか、えー、怖い、えー、契約だなというのをお思,思いまして、でえっ、ー、とそこもですね、まあ、日本だったらあんまり聞かないような感じだなというのは感じました。もちろんですね、えー、病院によって各対応っていうのはあると思うんですけど、海外の整形で何が一番こう問題というか失敗が多いかっていうと。 やっぱりそのサポートがもう泣き寝入り状態になってしまううとということですねもし神経損傷されて失敗してしまったからといってそれがこう日本に帰ってきてじゃあ,やあの修正してくれるのかって言われるとまあそもそも手術の方法とかが違ったりすることもありますし地理的に不利な条件だったりするのでえっと まあえー、韓国と日本行ったり来たりもできないわけですしねカルテももらえないしなのでそういったさまざまな不利な条件を考えるとかなりリスクが高いものになるということですね。なので海外で整形をする方はそういったところを頭に入れてほしいと思います。今回の患者さんはですね非常にこうまあ えー、浸痛されていらっしゃると思うので、えー、一日でも早くこう損傷神経損傷が回復すればいいなというふうに思っています。で、えっと、これから整形を考えている方もですね、えーまあ、この事件をですね、えーっとまあ、頭の片隅に入れながら、まあ、クリニック選びをしていただければと思います。 えー、こちらの相談所でも、まあ、海外も日本も両方なんですけど、えー、名医のリストアップとか、えーまあ、過去に起きたトラブルとかそういったものを解説していますので、えー、ご相談をご希望の方は下の概要欄からお問い合わせ頂ければと思います。ではは今回の動画は以上になりりまますごご聴ありがとうございました